しぶり、2週間ぶりやね。ゲスト誰か気になるやろ。まだ言わへんで。2週間ぶりで、もう夏も終わりましたけど、皆様調子はどうでしょうか。今日もショッツにお任せ、30分がっつりやりますぜ。じゃあとりあえずね、今日はゲストも来てくれてるし、早めにみんなも見たいと思いますんで、まあさっくりちょっとオープニング行こうかなと思うんで、じゃあオープニング行ってみようか。チェックラゲストの方を紹介しましょうか。レスポンスから鏡流カン。おはようございます。よろしくお願いします。はい、どうもどうも。あー、どうも。おはようございます。多分ね、初めましての多分人もいると思うんで、本当ですか。お店とかのことガンガンもう紹介しちゃってください。あ、わかりました。はい、リスナーの皆様こんばんは。おはようございます。クラブレスポンスの鏡流です。ちょっとお店の紹介もいいですかね。もうガンガンしてください。もうちょっとうち新店で今2部営業やらせていただいてるんですけど、はい、まあキャストの方、未経験、経験者問わず今募集してるので、ぜひぜひ再入もいつでも OK なので、なるほど、よろしくお願いします。あと初回の方ももうたくさんのご来店お待ちしております。よろしくお願いします。初回ってちなみにいくらなんですか。これ社長に内緒なんですけど内緒なんや。社長に内緒なんですけど今日しょっちゅうのお任せ見たで500円で、おおワンコインで今日ショッツにお任せ見たっていうので、500円で入れるそうです。安っ、ね、500円で500円。社長に内緒なのでいいんですか。大丈夫ですね。なるほどね。ね、今日はね、ちょっといろいろちょっとリュウさんに聞きたいことがはいいろいろあります。はい、まずですね、レスポンスのレスポンス共和国はいでまあやってるもらってるじゃないですか。はい、その時に出てるリュウさんは結構テンション低いでしょ。テンション低い、あ、低いっていうか、まあちょっとおとなしめな感じでいこうと思ってやってます、ね、でなんであんなテンション低いんかなと思ってたんですよ。で、はい、なんかLINE したら、はい、あ、結構なんかノリノリな人なんやとか思って結構ノリノリですね。めっちゃノリノリな人なんやと思って、ちょっと今日呼んでみた感じなんですけど、でもめっちゃ緊張してますね。なんですごい緊張してます。あ、じゃあまずはちょっとね、乾杯を、じゃあショッツリンお任せに来てくれたっていうことで乾杯。乾杯。どうもみんな乾杯。こういう感じでね、まあやってるんですけども、今日はね、ちょっとリュウさんに、はい、この前、前回に新しくお店オープンしたセンスのユースさん、桜井さん呼んだんですけど、はい、その時にもちょっと聞いたんですけど、はいはい、なんでホストになったんやと。あーなるほど。まずホストやろうと思ったきっかけが、ほうほう、なんかやりたいなって思って、その時ちょうど保育士やってて、保育士やってて、なんか刺激が足りなくて、たまたま実家に帰って、でホストやるならやっぱ歌舞伎町やろうと思って、歌舞伎町、そう、ホスホス、その時に初めてホスホスって言うので、なるほどね、退院に行って決めましたね。そうなんや。上の階のタルト来てる、おはよう。そう、保育士やったんやってこれ誰が見てんねやろ保育士これ誰か見てるんすかね今日。あ、どうなんですかね。まあ一応見てねっていうのは。あ、なるほど。いや、まあゲストやったんでね、まああんまりその告知をしてなかったっていうのね、あったんですけどね。あ、リュウさん可愛いって言って、ありがとうございます。やっぱりほんまに、で保育士って、はい、だってめっちゃ、まあ言ったらこれも安いじゃないですか。あ、めっちゃ安いですね。やし、まあ、あ、子供好きなんですか。子供めっちゃ大好きなんですよ。そうなんや。あ、じゃあもうあれですね、未来のリュウさんのお嫁さんはバッチリ子供待たせるっていう、育児やるんで。まあ仕事したい女性とかは多分嬉しいですね。ああ、なんか多いらしいですね。だって保育士だったら初任給15万ぐらいでしょ。15行くか行かないぐらい、行くか行かないかぐらいですね。そうなんです。あ、そうっすよね、子供好きっていいよね。あ、優しそうやろ。そうやねん、そこやねんそこやねん。だいたいショッツにお任せは結構笑顔が似合う人とかを呼んでるんですよ、ね。はい、あ、そうなんですで、1回目はまあユウシさんがちょっと
つもニコニコしてるからそんな感じで読んだんですけど、ヒゲ俺かい、うん、で、まあ、あ、じゃあホストになろうと思ったきっかけは刺激が足りなかったし、刺激足りなかった、子供だけでは足りなかったですね大人な女性も、なるほどね、なるほどねあ、子供だけじゃ足りないと、あ、そういうことか。あ、テディさ、テディちゃん、あの写真のやついける、あの、まあまあ、まだなんですけど、そういろいろちょっとあのリュウさんと話してて、はい、まあ、歌うまの時から結構いろいろ仲良くなったじゃないですか。で、まあ喋っててこの人どういう人なんかなと思ったんですよ、はい、で、先週あ、じゃあ先々週に一つにお任せ出てもらおうと思ってた時に、はい、ちょっと無理ですっていう、あ、そうですね、ありましたね、旅に出ますって言いましたね、旅、ロバート言われますよ、そう言われ、ちょ、最近なんかむくんでロバート言われたりなんかね、あとクリス松村さんとかよく言われなんか多分ほうれい線なんでしょうね、このほうれい線が、そうなんや、今は刺激足りてるのって言ってますけど、今ちょっと足りなかったんです、ちょっと先週旅に出ましたね、あ、なるほどその、旅がですね、あの、この背景見てくれたら分かると思うんですけど、これニューヨークタイムズなんですよ懐かしいですね、行きました、行きました、うわ、これの昼間に行きましたね、めっちゃいい、そうなんや、で、その、 あの旅の写真をちょっと持ってきてもらったんで、ちょっとポンとちょっと出してくれる、そうそう、ニューヨークですよ、そう、これこれあれやんな、この辺からあの自由の女神があの左側に見えてるやつやんね、あのちっちゃいやつ、そうですね、これ海渡らないといけないんですよね、あ、そうっすよね、そうそう、これが、これどこっすか、これなんか大聖堂みたいなやつ、そうですね、なんか歴史的建造物みたいな感じで、ニューヨーク行きたー、これは何なんですか、これなんか展望台登れて、なんか地平線を見れるんですよ、だから朝日から夕焼けまで見れる場所ですね、へー、オッケー、戻してください、そう、で、ってことはあれですか、エンパイアとかも登ったんですか、登れなかったんです、登ってないんや行きたかったんですけど、あれ知ってます、ゴシップガール、あ、知ってます、いや俺結構あれ好きで、はい、見てるんですけど、明日キャスやるわ、で、その時にあのジャックとブレアっていうやつがいるんですけど、はい、その時にあのこうエンパイアでこうあのプロポーズをするわけですよいいですね、で、俺はちょっとそのエンパイアに憧れてるっていうね、新宿のエンパイアじゃさすがにね、もう足りないです、それこそ刺激足りないですねそう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 、あ、おはよう、右腕ぼやけてる俺の、そうか、ボケてないゴシップガールおもろいよな、誰や NG コメントあ、ナイトチューブでイベントやりますてか、どんなイベントとかやったら、出たいっすか、どんなイベント、前、まあ、歌うまやったじゃないですか、はい、なんかどんな、なんかこんなイベントやったら俺出たいなみたいなとかあります、女装とかいいんじゃないですか、あ、女装か、女装多分ホストさんだったら顔綺麗な方もいるんで、あー、それ面白いかもしれない、全日本女装グランプリ、はい、あ、見たいって言ってるな、やっぱり、いや、おもろいよな、多分、でもさすがに俺はできへんけどないや、案外なんか似合いそうじゃないですか、ヒゲ邪魔やろみたいなで、まだあります、質問がめっちゃあるんですけど、はい、まあでもせっかくね、そのニューヨーク行ったっていうことで、はい、ニューヨーク何しに行ったんかっていうのをちょっと聞きたいなと思って特に意味はなかったんですけど、ほうほう、まあ、大学時代の教授に誘われちょっと来ないかみたいな、ちょっと仕事でも刺激が足りなかったんで、ね、じゃあ行ってみようっていうので、それでニューヨークに、仕事刺激足りなかったんですか、ちょっとこれ言えないですけど、仕事関係、ちょっと見てたら社長とか、あ、まあ、仕事の内容は良いけど仕事でまあちょっと、なるほどね、あ、刺激求めてね、そう、もう刺激が足りない、もう夏だから、あ、大食い選手権か、あ、いいですね、大食い選手権ってでも限られてくるんですよね、女装ってでもやっぱホストやったら、まあ誰でもまあ言ってもまあ綺麗な顔したり、まあ綺麗な顔作るからまあできるかもしれんけど、大食いは多分限られてくるな、いや俺の女装は見たいくないと思うから明日はやらへん無理やって、あ、ファイナルシーズン終わったな、そうよね、ショッツの隣はだからあの本書いてるやろ、こっちか、はい、ここ、ここ鏡龍さんです、ここのこの左上のこのレスポンス、ほんでこれ何か分かる、こういうあの事件の真相が明らかにこれはあの CM 後に言うからまだいかへんで、あ、事件ありましたね、いや俺の女装はだから絶対見たくないからやめときって僕は見たいですね、うそー、ね、なんか刺激もそれで満足するなんなんそれ
え、ほんまになんでそんなみんな見たいの？おかしない？だって俺こんなまヒゲあったらそんな全然思んないやんか。なんか引っ越しつって、うん、トントンワシントン、いやワシントンってニューヨークやってたからえ、でもニューヨークってやっぱまあいろいろなんか変わってるじゃないですか、はい、法律とかでも、はい、どうすか、なんか治安とかは。治安やっぱりいい感じですか。こういう街中に行ったらそこまでないんですけど、やっぱちょっと離れると、うん、ああやっぱり白人オンリーとか黒人オンリー、ブラックオンリーとかありますね。俺は結構もともと奈良 で、はい、で DJ やってて、でこっち来てから、はい、まあ、歌い手クルーみたいなところに入ってて、エルクストリートっていう、はい、まあ、明日の10時から放送あるとこなんですけど、はい、まあ、そこ のシンガーの子がニューヨークにずっと住んでたんですよ。クイーンズやったかな、に何年住んでたかな、3、4年かな住んでて、で、まあ、ニューヨークのことはいろいろ聞かされてて、はい、もう行きたい想像しかない。いやもう本当に行った方がいいですね。あ、そうなんや。ただのニューヨーク劇なんかまたちょっとちゃうけどな、このニュアンスがイベントでもちょっとそれほんまにそんなみんながなんかあれなんやったらちょっと、うん、やってみようかな。面白そうですよね、うん、ショッツじゃなくて綺麗な顔のホストの、そらそうやわそらそうや、当たり前や。今日の T シャツこれやばいやろ。またこれ何ですか。これ俺ずっとハマってるプリンセス系のパロディ、毎回可愛いですね。あのミッキーのやつが、そう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 、あの変なポットからモクモクなんか出てるよみたいな。オシャンティですね。これいつもアルタで買ってます。アルタアルタのこれ多分レディースなんですよね。レディースのちょっと大きく多分着て下レギンスとか履くような多分感じのあれですね。そう、今日はアリス。なんでみんな今日の T シャツとか吸ってんの、すごいそれでかいね、ちょっとでかめやねん。コメント全部読むよ。読んでるよ。読んでないか俺、読んでるほんま読めへんねん。おまた面白い T シャツ着てるやろ。そうやろ。で何話やったっけ。あ、そうそう、そのニューヨークで、はい、そのいろんな話を聞かされててですね、はい、やっぱ俺レゲエとかヒップホップとかやっぱやってるんで、はい、ニューヨークにはひたすら行きたいんですよ。本当にもう行った方がいいです。もうその一言で言えば何すか、ニューヨーク男のロマンですかね。マジでそこまで行く。ニューヨークは男のロマン、まあ、男と俳優、まあ、ロマンがあるじゃないですか、女性のロマンですけど。まあまあまあ、そうですよね。で女の子ってやっぱりそのニューヨークとかヨーロッパとかイメージがなんか強いかな。強いですね、うん。やっぱ男はやっぱニューヨーク行ったことないよ。俺なんかパスポートだけ持ってんねんけど、海外行ったことないよほんまに。ニューヨーク行きたい。行きますか。行きたい。行ける行ける。ちょっと何時間ぐらいかかるんすか。13、4時間飛行機に乗り継いで行った気がしますね。え、もうトランジット出してそのまま一本で。いや、一回乗り換えですね。どこで乗り換えですか。どこ、シカゴとかじゃないか。あれ、どこだっけもう緊張しすぎてやばいんですよ、なんか。なんそういや、乗り換えしたときに一応お迎え来てくれたんですけど。あー、なるほどね。そしたら隣が教授じゃないんですよね。知らないなんか女性が座ってて、なるほどね。で、めっちゃ話しかけられて、なんかカップルだったらしいんですね。あー、なるほど。席変わってくれって言われて、で、知らない席に座ってみたいな。で、隣もこれだし、隣もこれだしみたいな、それに挟まれて、ちょっとこんなもうすまくやって確かに。だからどこで乗り換えたかもわかんないですよね。緊張する、そのあー、そこまで緊張したもう周り英語だらけでやばい、どうしようみたいな。英語喋れるんですか。英語は若干もう小学校3年生程度の。小学校3年生英語やってへんやん簡単な単語組み合わせに、あ、なるほどね。聞くのはなんとなくはできるんですけど。俺はもう基本的によくこうに外人入ってくるんですけど、はい、もう全部英語でも全部日本語で返してくる通じんねん、それがね。なんか築地とか行ったら結構外人おるじゃないですか、はい、で、なんかめっちゃ日本語で喋る、教わりたいみたいなこと言ってくるんですけど、全然分からへんから全部日本語で喋るっていうね。それがいいんでしょうねですよね。まあね、じゃあ、もう15分ぐらい経ったんで、じゃあ後半にまあ行く前にこの CM 明け、このゲストがこういう事件の真相が明らかにっていうのをちょっと多分みんな気になってると思うんで、まあね、楽しみにしておいてください。じゃあ一回 CM 行こうか。レッツゴー。レッツゴー。レイ、スカサ、タクミ、アサヒ、アヤト、ミヤビ、カイト、松岡、ジャーン、オーバー。
上京して1ヶ月、ホスト未経験、入店1ヶ月目の俺がナンバーワン、金も女も全てを手に入れる。これからこの歌舞伎町で一番のホストマリル。携帯、スーツ、住居、全て完備。 BS グループ。ワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。はいどうも。棒読みって言ったけど、まあセキュリティフィールベターっていうか、あれ飲んだことあります？あれ僕飲もうとしたら他のキャスト飲まないんですよ。テディ、あ、ゆうた、そこの、ちょっとセキュリティフィールベター1本持ってきてよ。めっちゃ気になってたんですよね。はい、待っていて。じゃあこれ、今日のショッツのお任せの記念に飲み立ってください。これ、マジで効きます。飲む前でも、二日酔いでも OK やし、次の日に二日酔いになってちょっとしんどい時でも OK です。本当ですか？いや、もう効くんで、ちょっと一回飲んでください。これ誰にも取られないください。いや、本当ポッケに行ってこうかなって。そうそう、ラフランスやのやつ。なんかちょっと知ってるな、このリスナー。あ、そうやな、新しいスタッフは紹介するわ。じゃあ、それは、後半で。何これは何？実はサプライズで、まあ、ショウさん誕生日だったということで、ちょっとケーキの方をお持ちしました。 ありがとうございます。で、ちょっとね、これ分かるか分かんないですけど、ほうなんかコメント書いてもらってるんで。うわー、誕生日おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます。で、いやありがとうございます。リスナーさん求めてると思うんですけど、顔面ケーキしたら面白いんじゃないかなみたいな。生放送でやっぱりそれっすよね。やっぱそういう話になってきますよね。なってきますね。受けてたどうではないか。本当ですか？よし、でもこれいちごちゃんがあるんで、いちごちゃんちょっと、いやもういちごちゃんもガッツリいっとこ。それぐらいでええやんな、みんな絶対そうやんな。よし、じゃあこの角度ぐらいかな。もうこの顔面からガーンって言ってくれて。本当ですか？いただきます。本当にいいですか？みんなありがとう。ハッピーバースデーって。おいしいっていうね。カメラ、あれ。ありがとうございます。歌舞伎流ですね、歌舞伎流。テディ、なんかタオル持ってきて。まあ多分今から見た人は、俺がなんでこんなことになってんねんって多分思うと思うんですけど、ね、あのね、誕生日、先月、うまっ。26日迎えまして、もう完全な立派なおじさんの32歳になりました。どうもありがとうございます。おめでとうございます。でですね、まあこんな祝ってもらってありがとうございますなんですけども、せっかくね来てもらったんで、はい、この例のあの事件の真相をちょっと聞きたいなと思うんですけど、はい、まあ、どこまで聞いてもいいんかわからないですけど、はい、俺は突っ込みます。はい、お願いします。じゃあ先月ぐらいでしたっけ？そうですね、7月の7月ぐらいに、ね、僕ね、タイムラインを見てたんですよ、はい、LINE の。じゃあ、なんか LINE ニュースに上がったんですよね、ちょうど。あ、そうですね、上がったみたいですね。上がってて、歌舞伎町でホスト狩りであって、んだら、なんか次タイムライン見たら、このリュウさんがやられたって。みたいな。やられましたね。あれ、多分レスポンス共和国、多分見てる人は多分わかるかもしれないけど、1回目の放送の時ね、そうですね、マスクしてここを塗って、唇めっちゃ腫れて大変なことになってましたもんね。あれって鼻にめっちゃもう完全にあれですよ、もうホストを狙ってやられた感じでしょ。そうですね、ホスト狙ってたみたいですね。ホスト狩り、1人やったんですか？2人組だったんですね。そうなんや。それは日本人っぽかった感じですか？多分日本人ですね、大学生くらいじゃないかな。うわ、そうなんや。いや、チャラ店長じゃなくて、チャラ店長って俺が言うのもあれやけど、その店長じゃない人です。そう、チャラ店長がいるお店です。そう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 、あのお店。そうそうそうっすよ、やられて、
え、大丈夫っすかみたいなこと言って、え、あの時あれっすよね、お金とかも入ってた、ね、そうですね、カバンごと盗まれましたね。うわー、で、ボッコられてこれ言っていいんやったらあれなんですけど、これどれぐらい入ったんすか。現金は4-5万。あ、もう痛いな、それも。で、あとキャッシュカードとクレジットカード、うわー、身分証とか、うわ、いった、家の鍵と印鑑とかも、うわ、全部行かれた感じや。全部行かれた。え、それ捕まったんすか。捕まってないですね。うわー、っていうことで、そう、皆さん、そう、だから結構気をつけた方がいいんですよね。そう、歌舞伎町とか、うん、新大久保も、あー、あの辺ですよね。なんかあの辺でもう、なんか他店さんなんですけど、はい、その人もエルメスのバッグ行かれたとか、言われてましたね、。それがちょうどリュウさんが行かれた前日か前々日ぐらいやったんですよ。マジっすか。で、行かれたねとかいう話をしてたら、LINE ニュース上がってたから、なんやこれと思ったら、違うタイムラインにリュウさんがやられた。でーみたいな。そんなことあるみたいな。そうそうそう、LINE ニュースなったんですよ。そう、ホスト狩りの被害者になったっていうのが、この真相が明らかになるんですけどね。いや、でも無事でよかったなと思って。いや、本当にもう生きててよかったなと思いました、ね。そうですよね。え、何で行かれたんですか。なんかバットかなんか。いや、もう素手で。後ろから。後ろから前からや。そう、後ろから前からやれて、もう。あ、そうなんや。え、20万盗まれた担当さんおるの。やばいっすね。めっちゃかわいそう。え、アゲハから見てるってどういうこと。あのアゲハですか。あ、どうもどうも。番組やってください。いや、ホスト狩り流行ってるっていうよりあれやんね、多分そのイメージ的にその、はい、なんかこんなん言うのあれなんですけど、ホストってやっぱちょっとスッとして、なんかまあちょっとヒョロインかなって思う。一般的に言ったら多分そうなるかもしれない、思うじゃないですか。めっちゃついてる。で、多分そういうのね、多分あのチャラチャラしてるなとか思うね、多分狙われるんやろうけど、そう、あのね、歌舞伎町行きたくなくなったんじゃなくて、歌舞伎町には来てもいいと思う。ただあの夜中一人で歩かんかったらええんちゃうかな。そうね、その時はあのとりあえずあのこの歌舞伎町スタジオにこう来てやな、俺を誘って行ったらええんちゃう。で、そこからあのこうレスポンスに連れて行くんだよ俺がね。お願いします。レスポンスめっちゃ近いですもんね、ここから。近いですね。めっちゃ近くなったっすよね、逆にね。近くなりました。え、あそこの箱はもうないんすか。前のまあこの箱ではやってないですね。そうですよね、はい、まああのフォワードさん、そうです、 D2 ビルの4階ですね。名前はあのホソスさん見たら、あのフォワードレスポンスみたいなのなんですけど、あ、それになったんですか、名前。なりましたね。めっちゃ長いですね。長いです。まさ、見た時びっくりしましたもん。どういうことって思って。そうっすよ。あ、いつまこ先生な、ちょっと声かけてみるけど、でも普通のあの人、普段の自分らの番組も出えへんからどうかわからない。読んでみるわ。客も危険すぎる。どういうこと、客って。ショッツ狩りしたろか、やってみかかってこんかい。本当に怖いですね。そうそう、あ、リーツっすよね。リーツですね。そうそうそう、あかんやなぁ。あー、直樹さん誕生日な、明日やんな、多分。あ、そうなんですか。そうなんや。これアゲハから見てるってどういうことなの。アゲハってスタゲハスワロテールですかね。いいんですかね。そうなんやろ。ホスト狩り良くないって、それは良くないよ、分かってるよ、そら。やばい。もとも、受けてる人やから。ほんと20箱になりましたからね。痛かったっす。え、何針塗ったんすか。3針、2、3針塗って、顎を外れかけて。そうなんや、大変でしたね。いった。絶対嫌それ。もう、あ、もうこんな時間、早っ。早いですね。じゃあ、まあその、まあ、ホスト狩りのねこっていう感じでもあるんで、皆さんちょっと気をつけてください。気をつけてください、ね、女の子は特にね、気をつけてください、ね、男性と一緒に歩くようにしましょう。それが一番ですね。ね、で、そう、ちょっと最後にちょっと聞きたいのがですね、はい、まあホストをやってる人って結構まあ、その自分の城を持ちたいとかいうのでその店を経営したりとかの方もまあいっぱいいると思うんですけど、はい、リュウさんはなんか夢とかそういうのあるんですか。そうですね、僕ホストやる前、その保育所と同時に経営者もかじってた時期があったので。あー、自分の何やってたんですか。芸能プロダクション。あ、そうなんや。あ、そうか、リュウさんバンドやってたもんね。バンド昔やってました、ね、え、それ自分でやられたんですか。じゃあ本当はそれで自分で、実はオーディション受けに行ったんですよね、ボーカルとしてデビューしたくて。行ったら逆に経営者にならないかってスカウト、逆にスカウト受けて、へぇー、なるほどね、側に変わりました。そうなんや。そうですね、なるほどね。顔面ラーメン屋、どういう意味や。アンジェラ、どういうことやねん、それ。顔面ラーメン屋。お、まあええわ。朝らしいスタッフは残りの3分ぐらい出します。で、寝る時間、アゲハに番組やるようにって言ってください、ぜひ。勝手に営業してくれるんですか。ありがとうございます。
あ、そうそうそう、そうやな。レオと同じビルやね。そうですね。あそこあと何入ったっけ。スタイルってまだあるのかな。あの辺、イズムさんとかね。そうですね。あの辺やね。あー、そうそうそう。あの、多分看板出てます？下。下、出てないですよ。出てないですね。何階でした？ 3 階？じゃあ4階ですね。4階です。D2 ビル。めっちゃ近いです。こっからもう、1本2本目ぐらい左曲がったらすぐなんで。そうですね。ぜひぜひ。ちょっと、にお任せ見て、500円やで。500円です。これそう、俺いつも聞きたかったんですけど、はい、500円で初回行くじゃないですか。行ったら何ができるんですか。何がお酒が飲めるんですか。何時間、うん、何時間ぐらい飲めるんですか。まあ、90分、基本90分入れて、ほうほうほう、焼酎、生、カクテル、割り物、全てなんと飲み放題です。そうなの。え、それ儲かんの。まあ、で500円で入ろうが、まあ、高く入ろうが、まあ、キャスト一人一人が100万円の接客をするので。ああ、なるほどね。ああ、それで、あの、この人には、まあ、じゃあ100万円払ってもいいかなと思ったら、次から100万円払ったわけですね。そうですね。女の子。あ、っていうことです。そうです。スタジオ前で待機してるの誰が入ってきいよ。わからんけど。そうなんや。うん、アゲハ担当と同じに営業してありがとうございます。直樹さんはちょっとね、多分ね、あの、他の番組で忙しいし、あの、なかなか来てくれへん。まあ、もうちょい待っとき。うん。え、一つ連れて行ったら一つ登り、あ、ええで別に。よっしゃ、行こうじゃあ。行きましょう。あかんねえ、あれ。いや、ホストですごいですよね。あ、じゃあ、夢はじゃあ経営みたいな感じですか。そうですね、経営者で。その音楽プロデューサー、あ、プロダクション的な感じですか。そうですね。へぇー。あわよくはまた保育園の園長先生になりたいなと。この園長先生やったら、ちょっとそれ、あの、奥さんとかね、ちょっと大変っすよね。あ、もう1分前なん。早いですね。ちょっと言うたおいで。ちょっとまあこんなあれなんですけど。あ、結構。はい、はい、おいで。ナイトチューブの新人のゆうたです。あの、今日から働いてます。はい、あの、レスポンスの。あ、りゅうです。よろしくお願いします。あの、はい、レギュラーやってくれてる。はい、いつもお世話になってます。あ、もう30秒な。早いな。じゃあまあね、こういう感じで、あ、ありがとうございます。絵で、ショッツにお任せ見たって言って、俺も連れて行ったら、じゃあ俺がおごるわ、レスポンスで。だそうです。そやね、まあじゃあね、皆さん、短い間でしたけど、30分間お付き合いありがとうございます。あの、リュウさんまた来てください。はい、またよろしくお願いします。ぜひぜひ。ケーキありがとうございました。あ、すいません、ちょっと、はい、また騒いでしまって。じゃあこれからも、あの、ナイトチューブをよろしくお願いします。よろしくお願いします、ありがとうございます。じゃあね、グッバイ、お疲れ。でもなく溜まり込んだことにすがる何回目の錯覚だ笑っていたろう先まで伝え込んだ仮面を舐め腹くだり紛れ込み死んでしまった純情ましてや無情なこと溺れて番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Hey yo, everybody! この動画は YOASOBI を楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイトチューブ。総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送はすべてこちら。パソコンはこちらをクリック。そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェックイット。